い、皆様こんばんは。しまーくインスタライブ、今日は初めてモップチャンネルです。はい、お願いします。今日はですね、本日入荷したオリジナルのロングタートルのニットのご紹介を、もう全色ご紹介していきますので、お楽しみに。今日は宮部さんと熊谷さんとやっていきます。じゃあ宮部さん、お願いします。一緒です。一緒なんです。鼻が違うけど、じゃあ熊谷さん、お願いします。五分袖で、はい、ご紹介からいきます。はい、すっごい綺麗じゃないですか。色がね、それぞれ綺麗だし、ね、この辺も本当はアップで見せちゃって、私、はい、熊谷さん言ってる先に何の柄なのか、何の柄なのか。サイドスリット入ってますね。うん、着丈がそれぞれね、違うのもいいですよね。そうそうそう、ゴブ袖、あとタートル、タートル見せて、タートル、あ、タートル、伸ばしていいですか。伸ばして長いです。そうお笑いかみたいな、うん、いや誰もいなかったらそう、長い、50センチですよね。そうですね、ありますね、はい、画面が止まっちゃって今フリーズしちゃったみたいね。いやいやいや、はい、はい、まずですね、こう見ていただくと、ちょっとまずアップでやりますね、はい、こちらがウール50と0450の、ニットに、あ、間違えた、ウール50とアクリル50のニットになります。で、なんでアクリル使ったかというと、ちょっと張りを持たせたいので、アクリルの入った、ニットを使いました。なので、2年ぐらい前にもウールのカットソーで作ったことがあるんですけれども、それとはまたちょっと違って、ちょっと張りのある感じに、うん、構築的に仕上がってます、うんうん、それが狙いですよね。それが狙いです。あ、ファッションさん、お願いします、はい、あと、アクリル入れたのは発色を良くするためにアクリルコンの糸を選んでもらったということですね。そうですね、綺麗、うん、綺麗、綺麗。外野からだと言葉遣いがとっても綺麗になりますね、ファッションさん。さらに皆さん、ファッションさんの姿が見えないけど、ちょっと存在を感じるという、新しいコメント、はいはい、なんで、そんな、なので、こう、すっごい伸縮、ワンサイズのみなんですけど、うん、ものすっごい伸縮があって、うん、はい、うん、ですね、はい、もう、こんな華奢な人からここまでの人まで綺麗に、これキューっていう、あ、キューっていうリブではないので、すっきりしますよね。体の線をそんなに拾わないから安心してください。メジャーで着丈をちょっと、着丈私が一番です、うん、そうね、はい、後ろ向いてください、うん、あとね、色は3色ですかって。あ、あと黒、黒がありますね、ますね、4色ですね、着丈54です、はい、あと黒があります、はい、黒カモン、黒カモンで、完全にこんなの着ちゃうかな。黒、黒カモンって言ったんじゃ来ないよ。黒カモンって言わないと、あ、すいません、はい、これがね、こんな長いの。そう、首長い。こっちが首何センチあるよ、うん、50センチ。こっちが首、うん、50センチ、ね、こっちが身頃。身頃と首が一緒ね。そう、うん、そう。着るとき間違いない。うん、間違いない。手が入らなくなっちゃう。こんな感じでーす。ちょっと光当たりすぎた。うん、色が変わっちゃった感じになります。特にね、これからの時期、割とボトルネックばっかりになってて、うん、首にボリュームが足りない、うん、高さが欲しいっていう人にとっては絶対このパターン、うん、収まりやすいので、うん、いいですね、ぜひぜひね、はい、しっかり見てください。これから3方、うん、いろんな着回ししますからね。そうです、はい、うん、あ、おいくらですかって。17,000円、17,000円と消費税です。はい、ゴブ袖はですね、はい、まずじゃあ宮部さん、着こなしいいですかね、うん、はい、うん、この長い
そうですね、前にもフォッシーさんの長いスカートを履いたんですけれども、うん、すごく綺麗ですよ ね、 ね、フォッシーの新作ですよね、これ、そうですね、うん、あのこれだけひだがあってもバーッと広がらないっていう、うん、後ろ姿も多分綺麗だと思います、ね、うん、めっちゃ綺麗です、後ろファスナーですね、うん、後ろファスナーですね、うん、はい、これタックがここまであれしてるのでお腹もキュッと引っ込んで、うん、はい、すごい綺麗、綺麗ですよね、うん、はい、そんな感じで、このカットソー本当にでも拾わないですよね、拾わないですね、カットソーじゃないです、このニット、ニットですね、ニット、はい、そうそうそう、だから割とボリュームがあってもね、はい、沿う感じですね、うん、そうですね、うん、そんな感じなので、ね、体のラインは自然に出るんだけれども、そうそう、張り付く感じじゃないのでね、でで全く楽よね、とてもサラッとして気持ちがすごくいいですよね、うん、ちなみにね、バスト100ある人もいないけど100あっても気楽に着ていただけますので、そう、バスト自慢のあなた、もしあなたがいらっしゃればぜひ着てほしいですね、はい、そうですね、うん、でここにボリュームがあるので、こういうノーカラーって言ったら変だけど、うんうんうん、こういう襟がない感じでね、そうですね、のものをちょっと着ていただくと形が取れるんではないですか ね、このフォアがまたいい感じですね、そうですね、5年前からずっとやってて、去年一昨年あんまりねやってなかったんだけど、今年もまたちょっと島く力入れてますね、はい、このファーの付き方もすごく良くなりましたよね、うんうん、で黒とチャコールが切れてたんだけど、もっこちゃん、はい、入ったんでしょ、追加で再入荷しました、何枚ずつ入った、3枚ずつ、うん、はい、着てみてください、はい、こんな感じですね、で熊谷さんはデニム、うん、デニムスタイルにこのファーのベストですよね、ちょっと合計で合わせてますね、ちょっとね、うん、エレガント系とカジュアル系どういう着回しもさすがの女王、ね、でもこのカットソー、あ、ニット、ニット、ね、どっちもいけますよね、どっちもいける、そうそうそう、そう、でこのピンクが画面よりもなんていうのかな、なんていうの、ちょっとあの私はピンクって本当に何十年ぶりぐらいですかね、来たのね、ショッキングピンクですよね、ピンクはピンクでもね、ショッキングなんだけど落ち着いてるの、そうそうそう、落ち着いてる、そう、だから割とスッと肌に馴染みやすい色なのかな、大人のピンクって感じする、そうそう、だからピンクはねっていう方でも、うん、ちょっとほら冬は暗くなるじゃないですか、うん、差し色にぜひちょっと一度トライしていただきたいかなとは思いますね、ファーがあればぴったりニットが気にならないですね、あ、そうですね、うん、そもそもこのぴったりニットあんまり気にならないですよね、ぴったり感がね、このニットは気にならない、うん、はい、ファーが再入荷したんですねって、あ、そうなんですよ、うんうん、どうしようって、ぜひ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 、おすすめ、このタイミングがおすすめで、はい、このファー買っていただいたんじゃない、ファーが再入荷してあんですねってお客様、視聴の方、あ、そうなんだ、はいはい、はい、それでじゃあ宮部さん着替えてきてください、はい、ではでは、お願いします、はい、じゃあコート、熊谷さんせっかくなんでこの上にコート着てもらいます、ちょっとかっこいいですよね、うん、あ、買ってないって買ってないって失礼しましたで、ちょっと合わせて見ていただきたいのが、うん、この中綿なんですけど、めっちゃかっこいいコートが入ったんで、うん、ご紹介をしたいです、ボンディングのね、コートですね、はい、良さを説明してください、ボンディングの、やっぱり今年あのブログでも書いてるんですけど、ボンディングのコートはすっごい注目してて、やっぱりボンディングってダウンと違って、あのこう毛を寄らないための、だって例えばキルティングをいっぱい入れるとか、そういう加工が基本的にいらないので、うん、デザイン性のあるコートがすごく作りやすいんですね、うん、なのでもうダウンみたいにモコモコさせる必要がないので、うん、もうあのなんていうか、デザインを楽しめる、うんうん、でもう東京とかで着るにはもう本当にこのぐらいで十分かなっていうような、うんうん、あの暖かさもあるので、うん、この中綿のコートはすごくあの、うん、注目してます。宮部さんのスカートとベストはブラック&ブラックで合わせていますか？そうです、
黒黒ね。黒黒です。はい、かっこいい。この袖がリブ、うん。袖のね、リブのこのチャコールと中のチャコールが、チャコールが全部一緒。はい、クマ計算しましたね。いやらしいですよ、ここら辺が。そう。ちょっとコート他の色も着てみましょうか。うん、お色違いは赤とライトブルー。うん。ね、うん、それぞれ着てみて、良いからね、うんうん、赤も袖口はチャコールグレーですね、はい、いいグレー、いいグレーですよね、はい、そのお袖は中のニットじゃないんですよね、このコートについてるニットですね、そう、はい、コート軽そう、そうそう、すごい軽いです、うん、軽いです、袖口のリブもなんか優しいですよね、うん、当たりがね、うん、似合ってます、あ、ありがとうございます、これすごいシルエットもカットしてて、うんうん、でまたこのロングタートルがすごい効いてませんか、ボリュームが、ボリュームが ね、 ねあるから、普通にならない、赤かわいい、うん、ね、かわいいです、かわいいね、すごい綺麗な発色ですよね、うん、色は2色ですか、3色です、はい、もう1色いきましょう、お値段かわいく、お値段かわいくないから黙ってて言わないでってお値段可愛くないけどデザインももうとってもこれもね、これもグレーのごとくね、グレーのニットで、うん、綺麗ね、全部袖口のニットがチャコールグレーですね、グレーレッドもいいし、これも綺麗ね、サイズは S、M？ フリーサイズ、フリーサイズ、うん、フリーサイズ、うん、です、はい、ここでね、ウエストも絞れたりしますけど、うんうんうん、まあ、あえて絞らず着てます、うん、ポケットついてます、はい、なんかいい感じですよね、うんうん、いい光沢が綺麗、綺麗綺麗、色もすごい綺麗、うん、綺麗ですね、この中綿コートは、3型あるので、うん、また順次ご紹介いたします、うん、そうだね、じゃあ熊谷さんお着替えお願いします、コート置いてきます、いろいろ秘密兵器があるからね、このコート ね、 なんか早く進みすぎ、いや、そんなことないんだな、私はこれに、これ、うん、前回とか黒で着ていたツイードなんですけど、このブルーパープルの色って黒とかと同じような使い方ができる色なので、すごく合わせのいい色です、シマークのテーマよね、うん、でなんかこう合わせがちょっといい感じになりませんか、ね、いいですよ、いいです、ね、うん、バッグかなんかついでぴょぴょって持ってさ、あ、本当に、うん、それがやっぱりいい感じでつなげるってこと、あ、それもあるのね、このゴブ袖と、うん、さっきのファーベストもそうですけど、ダウンベストの合わせがすっごい可愛いので、この感じ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 、なんかそんな呆れた顔で、いやいや、かわいいかわいい、この感じがすごい可愛くないですか、今日も抜群、なんかこう元気のある感じ、はい、っていうのがすごいいいなと思います、っていうか普通にいいね、普通にいいですよね、うんうん、ちょっとゴブ袖新鮮でおすすめです、うんうん、もうちょい襟をクシュって一回上げてみて、たごまし方で雰囲気変わるじゃない、そうそう、そんな感じ、 そうですね、そんな感じ、そこ、そう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 、そんな感じ、うん、ほら、こんな感じ、うん、またちょっと違うでしょ、うん、こんな感じにしてます、そうです、そうです、ね、そうです、そうです、そう、しまい込むっていう感じじゃなくてね、かわいいね、うん、すごいおすすめです、どの色もおすすめです、うん、ベストはおいくら？ダウンのベスト、これ19,800円か、ね、お色違いが3色、ちょっとシャギーみたいになってます、うん、色違い2色、あとアイスグレーがあります、うん、そして黒、黒はもうないです、あるある、向こうにあります、あ、黒あるんですか、うんうん、黒が唯一1点ありますね、はい、ここが、ね、後ろがちょっとこうなってるんですよね、泣きます、いい感じです ね、 ね、うん、じゃあ次の形、うん、着替えている間に宮、はい、部さんにご紹介お願いします、はい、そうですね、うん、はい、じゃあ宮部さんお願いします、うん、もう女王得意中の得意よね、そうですね、うん、白のパンツの上に、はいはい、今、うん、
くまちゃんはこれの今の薄袖でしたけど、ね、長袖になります、はい、そしてこれがとっても長い、はい、先ほどもくまちゃんやってましたよね、はい、50センチのいないいないば、はいはい、ということでいないいないば一緒にやろうって言ったんでしたっけね。もう一回やっちゃう、はい、いいですか、はい、こんなに長いです。いないいないばですね。で孫の前でやってみようかなと思います、はい、それでその着丈が一番長いんですよね、はい、そうですそうです。あのクマせあのこの着丈測って、はい、はい、そう先ほどの五分袖の、はい、長さが53センチ、こちら、はい、背中真下からだよ、ん背中、うん、そうそう、そこから、うん、そこから、そこから、うん、66、はい、結構長いですね。そうです、長いですね。こちら66センチになりますね、はい、着丈がね、はい、でいつもこう、うん、私ベルトしてるんですけど、はい、これにベルトを太いのすると、うん、上がね、うん、割とぴったりなので、うん、今日は緩やかな感じでネックレスだけしてみました、うんうんうん、で、あとは先ほどのファーベストを着たりとか、うん、はい、あとボンディングの、うん、とりあえずあのファーベスト着てみてください、はい、うん、先ほどのねかなと思ってます、うん、こんな感じで、うんうん、ね。いいかなと思います。もう本当普通に素敵ですよね。そうですね、普通に素敵って大事よね、うん、そうですよね、うん、頑張ってとかいうよりね、そうそうそう、うん、気張る頑張るはもうちょっとやばいね、はいはい、うん、普通に素敵を目指しましょう。はい、わかりました、はい、うん、その感じで、はい、さあで、うん、ボンディングのあれを着ますが、はい、最初どうしようかな、黒にしようかな、赤にしようかな、うんうん、はい、早く着てみましょうか。黒じゃあ赤で、うん、赤でいっちゃいます。赤でいきます。今日の園子は赤が着たい。そう、赤が着たいんです。園子は赤が着たいと着たもんだ。ところが合うのよね、ほら、どうでしょうか。ここまでの赤なんですが、おー、かっこいい。今までここまでの赤を着たことがないです、うんうんうん、でもなんかこれ良くないですか、この形が、うん、いや、いいに決まってます。そう、とっても値段は高いんですが、うんうん、ね、やっぱり形でお値段決まるんですかね。いやいや、当たり前でしょう。すごい綺麗、ちょっと最初、うん、入荷した時は、うん、これとお値段を見て、うん、えって思ったんですけど、うんうん、やっぱり着て納得しました、うん、シルエットの綺麗さ、うん、ボンディングの良さってダウンみたいにもっこもこにならなくて ね、 ならないですね。この、 あの厚みを持たせないっていうのはポイントですよね、はい、これからはね、もこもこはもういくらなんでも 2,3、はい、年前に完全にね死滅してますね、デザイン的にはね。そうですね、うん、飽きてらっしゃる方も多いから、はい、これはお背中もすっきりしてますし、でステッチの余計なところにステッチを省く、要するにステッチ入れないことによってすっきりしたね、はいはい、あのデザインが出来上がりますのででね、はい、ボンディングの良さっていうのはそういうことだと、さっきもっこも言ってたけどね、ここにリブがついてるのもポイントじゃないですか、うん、あったかいんですよ、こういうのって、ね、はい、いやらしいぐらいね、おしゃれ、あったかいし、うん、赤に合ってますって、本当に嬉しいです、うんうん、ありがとうございます。これはセミクチュール、どこ、これはラッピーっていう、ラッピーっていうあの新しいイタリアのブランドですね、はい、うん、それで、うん、大丈夫、ね、もう一つ、うん、色違いデザイン違いあるから、せっかくだから着てみてください。これに一体おいくらなのでしょう。あ、さっきから値段言ってないよね。そうか、そうか、さっき言ってね、そうそうそう、高いからねっつって言ってないの。それ9万5000円、9万5000円ですね。ロングが9万5000円、はいはい、はい、次ミドルいっちゃって、あ、ミドル、ね、ごめんなさい、ごめん、いえいえ、それで、はい、ちょっともう一つね、私遊びたいなって思ったのがあって、うんうん、さあ見てくださいね皆さん、女王の着こなし変態ですよ、見てください。何ですか、まともな人はこういうことをしませんからね。これってファーなんですよ、いい子は真似しないでください。それをフォックスファーのスヌードですね、はい、でこれをこまたいないいないバーするんですね、はい、いないいないバーですね、いないな、これも、ね、はい、いないいないバー、あでしてこういう感じ、はい、どうですかね、
ここも3つこう重なってるので、はい、これをちょっと重ねてみました、はい、うんうん、かっこいいでしょ、出してみました、はい、そしてこれに短い黒のボンディングのコートを着たいです、うん、着てみてください、はい、この扱いいいですよね、ミドル、このファーのね、うん、スヌードの上にいいですよ、ね、そうクシュクシュ襟をかぶせていくという、これがミドルね、ミドルもいいなぁ、いや、かっこいい、後ろ姿、これに至ってはステッチがどこもないですよ、背中全体にね、はい、個人的にはこのない状態が大好き、うん、いいですよね、はい、前もないですよ、はい、フラップのポッケがあるだけ、はい、普通の布を立ったような感じで出来上がってるんですね、これがボンディングの究極の良さ、はい、そうですね、はい、熱く語り始めましたね、後ろ姿、うん、この、そうそう、その感じね、そう、その感じ、いい感じ、いいですね、これは着てみて、鏡見てほしいな、ね、この竹いいね、ファンをウエストに持ってくるのかと思った、そうそう、ベルトの宮部だから、うん、これ、そう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 、それもありかもね、いやいや、そんなウエストが、これは袖がリブじゃありません、うん、はい、これ袖リブがないです、うん、はい、ないです、ミドル丈も赤あります、はい、ちょっと着てみてください、3色ね、はい、はい、すいません、ありがとうございます、これコトキサイズは全部 M 表示になってる、うん、S と M か、 SM の2サイズか、フリーサイズに近いけど、サイズどうなってましたっけ、 M、うん、S も入ってます、 S、 うん、これが赤です、ね、うん、うん、いいでしょ、ミドルいいですね、これのがちょっと安いかな、かっこいい、そうです、うん、そうですね、あ、そうです、68,000円、だいぶ安いよね、3万円も安い、そうですね、そうです、ね、うん、S ある、あ、じゃあ S と M、 S と M サイズ入荷です、はい、あの着丈測ってみて、これあの背中のここの、あ、閉まっちゃったかも、かわいい、これね、ちょっと個人的にパックおすすめ、パックおすすめ、はい、色がいい、ね、うん、色もいい、なんか分量感、分量感、うん、87、うん、87ね、はい、今年は87から90、この丈は扱いやすいかなと思いますね、うんうん、あのこれテントラインではないんですよね、じゃないんです、はい、違うんですよね、はい、そうそう、すごくそれで軽くてあったかい、うんうん、一度ぜひぜひお試しください、うん、はい、では変わりましょうね、はい、はい、お願いします、はい、どれも3色です、はい、はい、はい、お願いします、はい、熊、はい、はい、お願いします、はい、これは革、はい、です、で、熊谷さんは黒を着てもらいました、長袖の長いやつ、やっぱ黒はやっぱすっきりしますよね、すっきりしますね、全然また雰囲気が変わります、ね、雰囲気違いますよね、うん、この首のところも、首のところも、はい、まあ、長さも大体同じなんですけどね、うん、かっこいい、かっこいい、袖丈もそんなに長すぎずでいいなって、熊谷さんのサイズの方が着てもフィットするし、あのボリュームのあっても綺麗に同じように着れます、うん、そう、ちょっと元気のいいね、プロポーションの方ね、はい、はい、大丈夫です、ワンサイズのみですけど、はい、それ相応になってます、はい、特に着てもらいます、じゃあこれに熊谷さんにはさっきのコートの一番短いのを着ていただきます、はい、これがまためったくそ可愛いね、めったくそ可愛いっていうかチャーミングね、そう、女らしいんだよね、カジュアルだけど、そうそうそう、これがショートになります、このやっぱこのボリューム、うん、ここのところ、はい、ね、なんか着てるだけでなんか飛び跳ねたくなるようなね、うん、なんか楽しいですね、そう、うん、そうです、はい、そしてですね、うん、あ、なんと7、なんとこちら、うん、ボンディングのマフラーもあるんです、別売りなんですけど、これが味噌よね、そう、味噌、はい、これでもしややってくださる、首絞めたりしてね、そう、きっとこれが一番お安くて、これはいくらだっけ、1万6000円、ショートはいくらだった、
58,000円。ショートが58,000円で、このストールがボンディングストールが16,000円ですね。そうです。うん。そう、こんな感じ。こんな感じになります。さっきの宮部さんみたいにちょんと上を出してバランスよくなる。あ、可愛い。これあ、ちょっと脱いでみて。その感じも可愛いよね。そうなん。ちょっと開、ちょっと上襟広いて開いて、それボンディングのそこそ、うん、そう。うん、もうちょっとこうリボンっぽく見せたげ、熊の場違う違う、うん、そう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 、あ、そう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 、うん、その方がいい、はい、そうそう、その方がいい、かわいい、かわいい、うん、もうちょっと離れてみて、あ、かわいい、かわいい、あ、この感じかわいい、かわいい、ね、なんか白黒でまとまってるからポイントになりますね、うん、ね、ちょっといい感じです、マフラー合わせいいですね、うん、かわいい、マフラーも3色あります、うん、これ、はい、これがポイントだもん、このマフラーね、うん、そう、そう、ほら中綿のマフラーですね。で、襟立てた感じで着てみて、うん、逆に女らしいの、うん、その方が、そう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 、そんな感じ。いくないですかこれ。軽い。めっちゃ可愛い。うん、私一通りしてますけど、はい、中からちょっと出して、うん、腕まくりしてもまた。そう、いいですね。あ、バランスが良い。ギャギャ。あ、いい、いい、いい、やってるね、うん、バッグでもちょっと担いでみる、バッグ困っちゃったり、ね、突然話振るな、いや、突然今もう動揺している、うもう定番の黒、うん、黒、黒、黒じゃなくていい、いい、いいと思う、差し色、まあ、いつものデニムのバッグですよね、声が小さくなってるよ突然振られて困っちゃった、パニックって、いや、まさかそんな、いいな、脇役は好き、そう、好き放題、そうだな、あ、いいじゃないですか、いいですね、ちょっと、あ、いい、いい、いい、うん、あ、もうちょっと後ろ下がって、もうちょっと、はいはい、あ、いいですね、テンションが上がりますね、いい、いい感じね、おしゃれだよね、うん、かなりおしゃれですよね、担、うん、いでみんちゃんせ入るかし、入る、入った、入った、さすが、いい感じ、うん、いい、ね、いい、いい、ちょっとおしゃれだね、うん、やっぱりそのストールも効いてるよね、ボンディングっていうか、ね、厚みがほどほどにあるからいいのね、うん、ペショってないのね、ふわっとしますよね、そうそう、いい感じ、かわいいです、いい、他の色も着てみてくださいよ、はい、はい、何がいいかな、ブルー、それぞれにね、おいおい、自分で首絞めて自爆すな、いやいや、気づけないかなって思われます、ね、ショートも使いやすそうですし、うん、これそれぞれ全部いいですよね、うん、色違い、これもまたいいやね、ちょっとクールな感じなんだけど、おちょっとなんか涼しげに、うん、涼しげって寒そうじゃねえね、うん、涼しげ、綺麗な色ですよね、これはこれで綺麗ね、うん、赤が結構華やかだからちょっと落ち着いた、うん、これもまたあります、同じ、あります、同じお色で、ストールの長さどのくらいか、74だから1m50、あ、じゃあ私の身長ぐらいってこと、なるほど、150です、はい、あの広げて大きくさ巻いてもいいんだよね、防寒みたいにね、当然、うん、あ、これをあ、そうそう、動かすようですね、そう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 、それで、うん、そこまでやるとあれだから一巻きでいいよ、幅広く本来の、うん、ペロンとあのオリジナルでもやってるでしょ、あ、こうってこと、こう、あ、そうこれ全部あれしちゃったらやって上からボーンってやったらかわいいんじゃない、閉じますか、閉じますねよし、はい、あのオリジナルのテントラインのコートで作ってるじゃん、このストール、はい、そうでしたね、それそれ、うん、それだけ、そういうこと、
そういうことよ。こうだ。もう少し広げた。もうちょっと広げる。はい。違う。そうそう、リボン風に胸元で大きなリボンにした方が表情が出るって。違うの。まあいいよね。本当センス悪いんだからもう。私でこんな時間使って。本当にもうすっかりくつろいでたのにもう見てらんねえ。失礼します。はい。いやね、イメージがわからなかった。イメージがわかんない。ダメなんだっての。この感じでいいよ。ね、うんじゃないよ。変わりました。変わりました。変わったよ。はい、変わって変わんないけど。そうですね。変わりました。そうですね。そんな感じで、ちょっとリボン風に見せるっていうの。遠く行ったら見えます。まあその感じもいいし、さっきみたいな着方もいいし、そう、かわいい、ね、これは本来な感じですよね、そうそう使い方としては、ね、でお袖を戻すともう普通の感じになるから、その普通の感じはまたそれでかわいいんだよ、のぺっとしてね、そうのぺっとしてるんですよね、で後ろがちょっともわい、であと黒があるんですよね、はい、黒も着てみましょう、ついでにね、パパッと、はい、今日は熊ステージ長いね、そうですね、いつも熊の舞台は3分って決めてんだけど、みんなが10分だね、いや決めてるってどういうこと、そう今の何分なんですか、今のそこそこ、黒はまたいいですね、黒は黒でエキゾチックね、これであのさっきのデニムのバッグ持ったら完璧にかっこいいね、かっこいい、なるほど、勉強になります、なんなくていい、なった方がいいじゃん、本当ですか、かっこいいね。黒はエキゾチックね、やっぱりね。ですね。素敵ですね。ちょっとクマが悪いやつに見えるね。悪いやつ。悪いやつってのいいんだよ。いいですか。うん、あ、そっか。宮部さんとそう。そう。そんな感じですね。そんな感じですね。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、これが長袖のピンクになります。はい。かわいい。かわいい。うん。ネイルと一緒だ。ネイルと一緒です。それに、ここはやっぱ可愛いですね。これはあのこうくっついてるタイプの。いないいないバーやってみっか。いないいないバー。あ、可愛い可愛い。恥ずかしい。大丈夫。いつも恥ずかしい思いをして生きてるから。でこちらをフィラメントのカーディガンを羽織ってみます。よいしょ。こんな感じで、なんかこうすごく差し色にいいですね。このピンクとっても映えますね。どうでしょう。いい感じじゃないでしょうか。こんな感じで、あと反応はねあんまりないけどすごくいいと思う。そうですよね。今回着てないのがこちらのブルー系の色になります。着丈あくまでも66センチ、長めですね。はい。はい。ちょっと長、だいぶ長めです。ここまでくるので。これお袖も少し長めに作ったんだよね。長袖ですね。いやいや長袖って。長袖なんだけど、ここまで。いや、そんな特別長くはないです。ここまでになります。で、丈が長い。これ、そんな長くない。こうなります。はい。ですね。はい。じゃあ次。あくまでも首元にたまるっていうことが大事ですね。そうですね。そこに構築的に女らしさをためちゃいましょう。うん。
とリブではなくスムースなウールって感じですか。うん、リブっぽい感じだよ。リブ、リブ。こんな感じ、うん。こんな感じですね。で、細リブ、かなり細リブです。こんな感じですね。で、とにかくサラーっとしてます。10ゲージぐらい、ミドルゲージももちろんあれか、8ゲージから10ゲージぐらいだね。はい。うん、で、程よく厚みがあるので、なんていうのかな、安心感のある。いい感じの厚みと張りがあります。なんかやわーっとした感じじゃないです。説明はちょっと難しいんですけど、とにかくね、あの着やすいでしょ。着やすいね。もうサラサラしてて、でチクチクがダメな方とかも大丈夫だと思う。全くないです。全くないですよね。全くないです。全然チクチク感がないです、ね。はい、もう女王最初にさっきね試着した時、着やすい着やすいって本当に40センチぐらい飛び跳ねてたね。そう、はい、うん、本当そうそう。最近10センチしか飛び上がれないのに今日は40センチ飛び上がってた。 そのくらい、本当本当、とにかくおすすめです。インしても出してもかっこいいです、うん、はい、はい、じゃあ次は、あ、でちなみにこちらの長袖、あ、長袖タイプが1万8000円と消費税になります。五分袖が1万7000円と消費税で、こちらが1万8000円と消費税です。じゃあ次は3方目に行きます。はい。じゃあお願いします。はい。はい、お願いします。はい。3方目です。これは、かっこいいな。普通の V。V なんですが。狙ってますね。はい。これで、これはコートを着るためにちょっと。うん、これはこのスヌードがついてます。なのでちょっと失礼しますね。こんな感じでやっていただくと、はい、先ほどのあれみたいにこうあったかくなって、これも今二重に折ってるので長いです。はい、でこれ計算したのは、あの先ほどのと全部同じように、はい、このスヌードも50センチの長さで作ってますね。これでもできますよ。はい、ぐしゅぐしゅ50センチ、いないいないバーの50センチありますね。50センチありますね、はい。こんな感じで、ちょっとここを見せてもいいですよね。ね、うんうん、で、これをちょっとしてみました。これもこんな感じのものですね。どうでしょうかね。うん。であとこのパーのバッグで一緒です。あ、いやーかっこいい。こんな感じでしてみました、うん、はい、めちゃかっこいいっす、ね、うん、着やすいです。でこれ丈が一番短いバージョンですね。で長袖で、はい、あとはこれはしてもしなくてもいいので、はい、あの表情が変わりますよね、うん、してると。クマ、これ背中からまた着丈測ってください。これは一番短かったかな。はい。ね。はい。58。じゃあ2番目に真ん中の。最初の。最初のが一番短いのね。はい、そうか、ごめんなさい、うんうん、失礼しました。58ですね。失礼しました。このストールもね、あと何本かなんですけど、うす、もうシマークオリジナル。とってもね、使いやすいですね。おすすめですね。で、これにちょっとコートを着たいと思います。着てみてください。はい。じゃあこのコートを着てみようかな。こんな感じで、これはノーカラーのロングのコートですね。これもあれですね、あのイタリアのセミクチュールっていうブランドですね。はい、ですね、うん、かっこいい、かっこいい。フードを出して、うん、見ました。はい、あら、かっこいいですね。ハードなんですが、ちょっと柔らかさのファーのもの、うん、それでちょっと待ってもらっていいですか。はい、先ほど合わそうかって言ってたやつね、はい、ロングもあって、これコートスーツになるんですね。そうなんです。ロングで合わせてもこれなかなかね絶品になったんですよね。そうなんですよね。ちょっと映えっていうことではね、ちょっとタイトのミニの方が
あの写真写り良かったんで、はい、実際このロングのタイトにこのロングのコートをコートスーツで着て中にこれ、うん、持ってきてもらうと、見てください、やってみましょうか、うん、やってほしい、はい、うん、じゃあ着替えて、うん、ね、はいはい、はい、はい、ちょっと着替えてきますね、はい、はい、出てきました、あーかわいい、ね、これかわいいですよね、かわいい、あのかわいい、ね、デニムとツイードの、これマレーラの、デニムとツイード の、はい、あのコンビのセットアップですね。そう。それにピンク、そう、ピンク合わせて、それにピンクを合わせてま す。なんか割とダークな色合わせのコンビなんですけど、うん、やっぱりこういう時に黒で合わせるのもちろんいいんですけど、ピンクで合わせるとすごい馴染みのいいピンクですよね。うん、色が跳ねない。ですね。ね、でこれもさっき宮部さんと着てたのと同じ形なので、うん、V ネックになります。 V のラインがすごい綺麗に作れて ね、 ね、みんなで今日は大喜びしてたね、履きすぎる、うん、程よく女らしく綺麗に V が作れましたって感じ、はい、うん、いい感じの V ですよね、うん、縦長で、ね、これ着てもちょっとそう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 、さらっとスマートかな、うん、両方使える良さがありますね、うん、このスヌード付きは。あとこのゲージだとほとんどよ、ゼロではないけど毛玉になりにくいので安心して使えると思いますので、そうですね、うん、もう肌着感覚ぐらいでね、あの、うん、ガンガン着てほしい、使ってほしい、うん、そんな感じの一着ですね、ショップチャンネル、あ、シマークショップチャンネルとか、ブーツの紐って、あ、 ありがとうございます。ね、いい感じ。ね、スカートの部分も、うん、ここがデニムで、うん、あとツイード。すっとした V ネックいいですねって。ね、そう、綺麗綺麗。でしょって、ちょっと自慢したいですね。はい、うん、ズームアップ。カメラは動かない。寄ってこいみたいな。シルエットもとっても綺麗ですね。はい、そこの、そう、その V の部分ちょっと見せてほしい。本当綺麗ですよこれ。綺麗ですよね。うん、どのくらい見せたっすか、どうですかね、見える、うん、いいですか、うん、見える、うん、きれいきれい、いい感じね、うん、なんていうんだろう、いやらしさがなくって、うん、ほどほどに、ほどほどに女らしさがあって、うん、地味ではないしね、うん、地味ではない、まあそこら辺計算したんだけどね、うん、もういいですね、うん、あと袖付けがあの肩の中に入ってるので、ここのね、ここ、うん、キャシャに見えますね、肩の線が、うん、確かに、うん、ここがね、内側に少し入って、うん、確かにちょっと肩幅に自信がある方でも綺麗に、うんうん、宮部さん割と、あの宮部さん比較的肩幅あるんだけど、はい、ね、肩線綺麗よね、綺麗です、綺麗ですわよ、あ、本当だ、あ、あ、美しいです、はい、あの肩幅が強調されないと思います、はい、ね、ですですね、宮部さんが着替え終わりました、はい、終わりました、はい、どうでしょうか、うん、こんな感じです、これがセットのスカート履いたところです、はい、ね、これかっこいいでしょ、ちょっとね、はい、ちょっと自信作ね、これもね、そうですね、うん、悪いけど、そんじょそこらにない、うん、素人では着こなせないかっこよさね、こんな感じですね、スマイルスリット、うん、そうです、そうです、で伸縮性があるので、うん、あの、うん、そんなに気にならないかな、うん、お腹の、うん、ところがヒップも、うん、これでなったらおかしいね、いや、すごい伸びるんですよ、ね、うん、そうなの、うん、伸縮性がすごいんですよ、うん、ほら、こんな感じでいいグレーですよ、厚みがあるのにもたつかない、そうそうそう、ね、柔らかいんですよ、うん、これな、うん、何なんでしょうね、この柔らかさ、ね、私もさっき触ってたんだけど、やっぱり、うん、気持ちいい、インポート独特のね、そう、ちょっと変態素材ね、変態素材、厚いのにもた、厚みがあってもたつかない、そう、ここがね、そう、すっきりね、収めてる、で、うん、そうね、あと着丈もね、半端なく長いのがかっこいいでしょ、そうですね、ロングタイトをずっぽりと包む長さ、そうですね、この半端ないかっこよさ、早いもの勝ちね、これ、そうです、ワンセットでしかないんだっけ、裏地はなしです、はい、スカートも裏地なしですよね、はい、スカート裏地なしですけど、はい、さらっとしてるので、うん、絡みつかないですね、そうですね、一応、うん、はい、絡みつかないです、大丈夫ですね、コートは
おいくら万円？3万5千円ぐらい。え、そんな安いのこれ？そうなんです。1万4千なんですよ。マジで？マジでこれ？そうなんですよ。やば。2万9千円か。そうなんです。スカート1万4千円。本当？ちょっとちょっと、もっこちゃん、もっこちゃん自慢してちょっと言って、もう一回値段これ。コートが29,000円と消費税です。アンビリーバブル。14,000円。マジだ、マジだ、マジ、うん、私今日さっき、ね、あのホームページ上げた時びっくりした。かっこいい。ホームページで気になってましたよ。そう、今日上げたんです。そうそうそう、ホームページに見てください。見てください。すごいおすすめです、うん、いやめちゃくちゃいいよねこれね。本当にかっこいい、ね、うん、いやめっちゃ悪いけど12,3万ぐらいに見えるでしょ、上下で、うん、これうん、あのこのコート、私みたいな背の高さのものが着てもすごい綺麗なんですよ。綺麗ですよね。これウールじゃないんですね、うん、はい、なんかいろいろ、なんかいろいろ入ってます。しっかりしてますね。レーヨン68、ナイロン30、ポリウレタン 2% です。うん、そう、それなのに、な、こう吸い付くみたいな、うんうん、分かる分かる、本当にいい生地っていう感じがするんですよね。うん、だってこの値段だったら正直ろくなもんないですよ。ないと思う。本当ですよね。ないと思う。またパッコになりつつあるけど、街中のね、うん、お店でね。悪いけど街中ボロしか見ないですよこの値段じゃ。めっちゃいいです。あのフランネルの、あの厚手のフランネル、フラノの生地。ストレッチフラノでイメージしてもらうといいと思います。うん、特にね、あのそう、視聴いただいてる方、あのうるさい、よく物知りの方多いから、はい、うん、フラノのストレッチのイメージ。そうだ、そうです ね、 ね、うん、すごい軽い。スカートは今のところワンサイズのみの入荷です。はい、頼んでるよね、メーカーさん。頼んではない。あれ頼んでっつったじゃん。コートは頼んでますけど、スカートは同じサイズのがあるんですよ。ああ、そうなんだ。はい、じゃあ頼んで。メーカーさんにはサイズあると思いますので、うん、いっぱいこれ入れた方がいい、あれば。さらっとしてる、パリコレに見える。うん、いやいや、本当に。この値段とは、この値段に見えない。そう。本当フラノに見える。ですよね。うん、びっくりですよね。お気に入りなんです、これ。これおすすめです。うん、そう、絶対着ていただきたい。うんうん、はい、うん。っていうか、ちょっとね、今、ほん本当に、ね、値段聞いてびっくりした。びっくり、うん、自分家で入れててびっくりするって変だけど、うん、びっくりした、ね、うん、これは契約のオーダーしてなかったのね。そうですね。でメーカーさんがね、すっごくいいのがあるからって送ってくれたのがこれなんですよね。ちょっとね、コレクションの時気がつかなかったっていうのが尺に触る、うん、そう、パッコももっこもまだまだだね。まだまだです、うん、これすんごいおすすめ、ね、いいですね。恐ろしく綺麗だもん。綺麗です、はい、うん、で、あのファスナーとかはなくスポット履くだけになる、うん、そうです、そうです。ゴムでシュッ、うん、で大体そういう服にろくなもんはないのそんなことはないけど、うん、でもね、やっぱりあのゴムのこの辺の、はい、こうなんていうの、はい、シワが出てしまったりとかね、うんうん、ウエストラインのね。だってどう見ても高見えする安物ってないもの。ないですね。うん、安物は所詮ボロよ。コートの長さはこれ一つですか？この、うん、これ一つになります。うんうん、ですね。スカートのサイズは今のところこのサイズしか入ってないんですけど、メーカーさんにはあるかと思います。ちょっとこれめちゃくちゃいいよ。はい、ね、死ぬほどかき集めますって言っといて。はい、言ってよ。死ぬほどかき集めます。はい、じゃあ、はい、ではいいでしょうか、ね、パッションがこれ一生懸命頼んで、うん、ありったけ集めて、じゃあ私の分もお願いします。はい、ですよね欲しいです、うん、と思います。はい、ね、はい、はい、じゃあもこちゃん、はい、うん、あんた見とれててどうすんのよ。それで、黒を着ました。よいしょこれが、これは、マーク・ケインの合皮の、スカートなんですけれども、あ、そっちね、本日そうか、ジャケットが入りました。おー、おー、待ちに待ってる。かっこいい、かっこいいよね。かっこいい、ほんとかっこいいね。すごいかっこいい。今回はマーク・ケインかなり評判いいね。かなりいいですね、セットアップね、うん、セットアップが特によく売れてるね。変な言い方だけど、うん、でこんな感じで
あ、いい、いい女してるじゃん、もっこちゃん。ちょっとここを見せたりができるので、うん、そういうところが面白いかなと思います。え、ちょっといい女してますわよ。マジですか、うん、まるで。ひよこがなんか今日はコケコッコよ。やっぱりこれのおかげですかね。あ、そうじゃない、ね、うん。なんかこれは効きますよね、うん、やっぱこのカット層いいと思います。違うって。ニットでーす。ニットでーす。で今日すごいな、みんなみたいな。もうダメだ、本当にダメ。はい、カット層とニットで、もうニットなんですけど間違えてカット層っていう何回も言っちゃってるっていうこの状況、うん、そのくらいね、柔らかくてそうですね、すんなり、うん、ただこの感じすごくかっこいい、うんうん、まあ、とにかくこれがおすすめです、うんうん、黒で V でこんな感じです、うん、まだ5000年生きてる感はないけど、うん、生きていけるかも。宮部さんほど生きてないけど、うん、そう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 、そうそう、女王その子ほど5000年もね、生き地をすすって、そう、あの、いないけど、ちょっとその可能性が垣間見える雰囲気今日。そうですね、うん、すごいですね、褒め言葉よ、ね、うん、こんな感じになります、うん、それでちょっとバッグとかなんか持ってみたら。いや、デニムですか。今日はほら、あの、かしましライブでしょ。そう、パックをね、オミットされちゃったから、うん、うん、はいはいはい、うん、はい、で、こんな感じになります。うん、うん、いい、はい、いい。まあ、とにかくあのシンプルなんですけど、デザイン性の効いたこのニットは、うん、すごい使えると思います、うんうん、もうオリジナルで作ったんですけど、とにかくおすすめ。ちなみにスヌード付きが19,000円と消費税です、うん、あ、それね、あの1号店でスカート買っていただいた方が上着が欲しいって。あ、マークケンのこれ、あ、これ、うん、2がまだない、うん、向こうに、うん、これで大丈夫、うんうん、これとってもいいと思います、うん、峰富士子だから、こういう感じになってて、うん、開くっていう、開く、うん、開くんですよね。めっちゃかっこいいと思います。うん、黒かっこいいって。大変おすすめです。で、とにかく着やすい、うん。いいです。よし、そんな感じで、これの色違い、着てない色、そこにないですかね。今日のスヌード。そうそう、スヌード。はい。で、うん、これが。これね、あとシマークの襟ネーム見てもらって、そうそうそう、なんかこれでもかっていうぐらいシマークよ。シマーク目白です、はい、これにスヌードがこちらになります、はい、これがグレーです。はい、グレーです。それスヌードは縦に穴が開いてるのよね。横じゃないよね、はい、広げてみてください。そうやって、うんうん、こうですね、うん、ね、こうです、うん、こんな感じになります。はい、そうです。いい感じですね。もう色を選ぶのが本当大変だと思います。何色がいいかなね。悩んじゃう、本当に、うん、皆さんどうします。うん、あ、みんな最後は黒になったけど、黒かっこいいですね、やっぱり、ね、あ、確かに、うん、いい感じ、いい感じ、それぞれの個性で、うん、それぞれの個性、うん、あ、いい感じです。ね、うん、はい、よかった、これ。そんなわけで、そんなわけで初の3人モップチャンネル、やっぱり中島ファッションがいないと、なんか心細い。あんたたち声がちっちゃいんだよ。さあ、うん、オリジナルのニット、うん、本当におすすめなので、うん、ぜひお試しください。はい、ぜひぜひ。よろしくお願いします。お願いします。はい、で、This is the ファッション。ありがとうございます。ありがとうございました。まだ6分があるよ。終わっちゃいました。あ、終わっちゃった？うん。終わって大丈夫ですね。